はい、どうも、始まりました。おもんねえは鶴本の気まぐれ TV です。今回ですね、前回に引き続いて、中田翔選手のトレードということで、僕はめちゃくちゃ嬉しいです。正直な気持ちは、はい、正直な気持ちほんまに嬉しいですし、やっぱり僕のね、89年世代のやっぱりね、トップ選手やったし、高校野球の時からもう一躍有名な選手やって、もうすごい期待してますし、今後も、ジャイアンツにね、トレードということで決まりましたし、なんていうんですか、中田翔選手のその今はその人柄についてすごいね、なんか言われてますけど、その暴力がね、先立って今はね、ニュースとかでもやられてますけど、やっぱり本人そんなね、荒々しい性格だと思いますけど、全然僕が話した時とかでも全然普通ですし、優しいですし、どっちかって言ったら。だから全然ね、ジャイアンツ行ってね、原田監督に、ね、試合で使ってもらって、とりあえずゲームでね、恩返ししてほしいなっていう風な感じで思いますね、とりあえずはね。まずね、その暴力事件っていうのはありましたけど、結局はね、自分の気持ちがやっぱね、今年やっぱよく成績良くないっていうのもあって、やっぱ苛立ってる部分もあったんだと思います。はい、だからね、ちょっとした感情が出てしまったんかなって思いますし、今回はこういう形でね、日本ハムを退団することになりましたけど、まだまだ全然活躍できる選手ですし、全然体も動くやる、まだ僕と同じように32歳ですし、一番やっぱ頑張ってほしいですし、やっぱり僕たちもう89年世代言ったら、中田翔言ったらもうボスなんでね、僕たちの。やっぱりボスが、やっぱりね、今年からと言わず、まあ来年からになるかもしれないです。いつゲームに出れるかもわかんないですけど、まあ、来年ね、はい、絶対活躍してくれると思いますんで、皆さんもね、中田翔選手を、なんていうんですかね、今はそういう感情で見てしまうかもしれません。暴力的やな、みたいな、見てまうかもしれませんけど、本人もやっぱりね、ジャイアンツに行って気持ち、一からやり直して、頑張りますっていう風なコメントも言ってましたし、全然、はい、やってくれると僕は思っています。はい、でね、僕もね、プロ野球のそのなんていうんですかね、甘さというか、なんていうんですかね、不倫しても別にね、野球できますし、まあ清田選手の場合は、まああれはちょっとやりすぎやったから解雇になっちゃいましたけど、一回不倫したところで別に干されるとかもないですし、で暴力して別に野球できひんわけでもないじゃないですかね。全然言うたら野球は全然で取り上げられないじゃないですか。でもあの笠原さんみたいにね、やっぱ賭博っていうのはあかんのやなって、今一番にやっぱりそれは絶対あかんことやねんなって思いましたね。とりあえずはこういうね、もう中田翔選手があんだけ暴力事件のねニュースになってて、やっぱジャイアンツも取るということは、やっぱりね、選手としての魅力はやっぱすごいあるんやなって僕は思いましたし、まああると思ってますし、僕もね、はい、だからそういう闇系の悪ささえせえへんかったら、プロ野球もね、見てくれてる人たちは見てくれてるんだなと思いましたね。はい、やっぱり能力さえあれば、何か悪いこと一回したところでやっぱり復帰させてくれるルートもあるんやなって思いましたし、そこでね、中田翔選手が今回は、原監督に助けてもらったということでね、中田翔選手はジャイアンツにもそうやし、原監督にね、特にやっぱ感謝して、もうとりあえず来年ホームラン王を期待しています。はい、僕としてはもうホームラン王めちゃくちゃ期待します。なんで来年の、まあ今年出れるかわからないですけど、まあ出たら皆さんもね、やっぱそういう目で見るのもわかりますけど、やっぱ中田翔選手をね、やっぱ今後とも皆さん応援してほしいなーって僕はめちゃくちゃ思います。はい、なので皆さん全員で中田翔選手応援しましょう。よろしくお願いします。はい、ってことでね、今回中田翔選手のトレードについてちょっと話したんですけど、僕はこのトレードは賛成やと思います。日本ハムで残ってギクシャクした関係で中田翔選手が
なんていうんですかね、練習試合をしていく中でやっぱり気持ち悪い部分があると思うんですよ、心の中でね。だから今回こうやって救いの手をくれた原監督、ジャイアンツに、すごい中田翔選手も感謝してると思いますし、心一から改めてやりますっていうことで、皆さん中田翔選手を応援しましょう。はい、ってことで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。